どうもタブヤンです。ファイヤーエンブレムエンゲージ続きやっていきたいと思います。前回オルテンシアを倒しました。ロサード、コルドマリ、イルシオン兵のみんな撤退よ。返り討ちにしてやったぜ。なんて逃げ足の速さでしょう。橋周辺は損傷が激しいようだ。立つのは安全な道が確保でき次第になるね。西王女の指輪取り返せませんでした。こちらの指輪も奪われることはなかった。それに君自身も無事だったんだ。今はそれでよしとしよう。そうですね。リトスから奪われた指輪が全てイルシオン王国にあるのでしたら、イルシオン側には今少なくとも5つの指輪があるということですな。5つ？はい。あの時リトスより持ち去られた指輪は4つ。剣王の指輪、青き風空の指輪、導き手の指輪、そして先ほどオルテンシア王女が持っていた聖王女の指輪でございます。それに加え、もともとイルシオン王国に託されている指輪が1つあるはずですので。なるほど。それで5つですか。イルシオンに伝わる指輪は何なんでしょう。それなら僕がわかります。イルシオンの指輪は確か草原の公女の指輪、王の気に入りの指輪らしく、資質の外に出すことは滅多にないとか。資質とは珍しいね。フィレネでは広間に大切に置いてあったから。ブロディアではどうなんだい。こちらも同じく広間に安置してあります。あのそれよりまだ道の確保には時間がかかるのでしょうか。ブロディア王女が心配です。そろそろ兵たちが見回りを終えて戻ってくるはずだよ。すぐに立てるよう準備をしておきましょう。もし父上と兄上に何かあったら僕は。急いで城に向かわないとダメですね。さあ、絆のかけら回収しました。あ、またこの子が来たね。いた、そこよ。残り一体。これで最後。これでこの村は大丈夫。でもこんなんじゃ足りない。きっともっと強かったはずよ。私もそんな風になりたい。会ってお話がしたい。あの時言ってくれた言葉は今も忘れてないのに。どこにいるの、お兄ちゃん。一人異形兵を倒している女の子。反戦開始チケットゲット。はい、ソラネルにまたまた来ました。はい、今回は、仲間2人をリフレッシュやってみたいと思います。ソラネルで過ごしている仲間を2人選んで心をリフレッシュ、支援値アップ、ドール果樹園厩舎でできるみたいですね。やってみましょうか。リフレッシュ、そうだね。まあタブヤン支援値が低いメンバーとスタルーク支援値 B でもいけるのかな。ユナカとやってみようか。まあ最初なんで見てみましょうか。始める。支援値アップ、会話はないのかい。
あ、他の厩舎とかももうここでできちゃうんだね。はい、そうだね。アルフレッドとクロエ、まあ見てみましょうか。全部クロエなぜか水着っていうねリフレッシュしました。じゃあスタルーク行くか。そうだね、セリーヌとやってみましょうか。泳いでますね。楽しそうだね。支援会話、まあいつも省略してますけど、たまにはやってみますか。アルフレッドじゃなくて、スタルークとセリーヌ。セリーヌ王女、こんな夜更けにどうされたのですか。スタルーク王子、何でもありません。今夜は少し眠れなくて。顔色が良くないです。何か悪い夢でも見たんですか。お兄様が死んでしまう夢を見ました。え、誤解しないでくださいね。よく見る夢なんです。幼い頃から何度も。兄は昔病弱でしたから、そのせいかもしれません。今でも何かの拍子にいなくなってしまうのではと、その思いが抜けきらなくて。セリーヌ王女、もちろん今のお兄様は元気ですよ。鍛錬がお好きで健康そのものです。そうだと思います。戦場でも勇敢で頼もしい限りですよ。でもその夢わかります。僕も何度も見ますから、兄上がいなくなる夢を。あ、スタルーク王子も。はい、内容が内容のだけにこんなこと誰にも言えませんでしたが。そうですか。そのお話詳しく聞きたいところですが、夜更けに話し込むわけにはいかないわ。機会を改めますね、スタルーク王子。はい、またいつでも声をかけてください。支援レベル上がりました。まあ支援会話、 A の支援会話とかまたね紹介するかもしれません。他は私だけ見ておきたいと思います。さあワールドマップ進めていきましょう。遭遇戦慌ただしく変わってますね。新たな章へ、第8章ブロディア城。レギュラーメンバーなんですけど、こちらスタルークと、まあ、剣士が不足してるんでね、ラピス、抜擢したいと思います。この2人をレギュラーにしたいと思います。それぞれね考え方あるでしょうけど、ブロディア、あ、投資した方がいいかもね。これブロディアの城に入ったからね、投資だけしに行こうか。はい、カフェテリアにある掲示板ね、来ました。フィレネレベル3、ブロディアレベル1。あ、5000ゴールド、お金足りませんでした、残念。ついでにこちら実績ね、これも紹介するの初めてかな。一括取得で受け取ると、まあ実績に合わせて絆のかけらを一気にもらうことができます。いろいろあるみたいだけどね、細かくは割愛します。じゃあ戻ろう、行くぞ新たな章へ。レギュラーメンバーも増えてきたよね。
これで10人、第8章勇ましき王国。着きました。あれがブロディア王城です。ここが城か。見たところイルシオン兵はいませんね。よかった、襲撃はまだのようです。城門の前に誰かいますね。見張りの兵ではなさそうですが。まさかやっぱりイルシオン兵が。いえ違います、あれは兄上です。僕たちを迎えに来てくれたんですよ。大丈夫か。待っていたぞ神竜様。私がブロディア王国第一王子ディアモンドだ。ディアモンド強そうだね。あなたの大噂は耳にしている。お会いできて光栄だ。こちらこそ、お目にかかれて嬉しいです、ディアモンド王子。それからフィレネ王国のアルフレッド王子、遠路はるばる我が国にようこそ。事情はイブ女王の所管で存じ上げている。お会いするのは本当に久しぶりだな。今が戦時というのは悔やまれる。スタルークもご苦労だったな。国境までの道は険しかっただろう。いえ、それより兄上、ご報告が。グランスール大橋にてイルシオン第二王女率いる部隊の襲撃に遭いました。何？敵部隊は何とか退けたのですが、そこで聞いた話によると、イルシオン第一王女がブロディア王城の襲撃を画策しているようです。狙いは我が国の若き獅子の指輪。このままでは危険かと。すぐに守りを固める必要があるな。報告感謝する。この件父上にも伝えよう。皆城の中へ。まだ来てなかったみたいだね。っていうことは防衛戦かな。何事だ、みんなそんなに怖い顔をして。父上、なぜこちらに。お部屋でお待ちいただいていたはずでは。そろそろスタルークが戻る頃かと思ったら、いても立ってもいられなくなってな。予感は当たっていたようだ。よく戻ったスタルーク。ただいま戻りました。迎えはいいですが、むやみに城の外に出られては危険です。前も何かと理由をつけては外で鍛錬ばかり。そう小言を言うな、ディアマンド。可愛い息子の出迎えをするのにいちいち怒られてはかなわん。それに今回は大切なお客人がいらっしゃるだろう。ご挨拶が遅れて申し訳ない。ようこそ神竜様、そしてフィレネ王国のアルフレッド王子。わしがブロディア王国の国王モリオンだ。はじめまして。まさかわしが生きているうちに神竜様と話ができるとはな。せっかくの機会だ、歓迎の手合わせを。父上、今は悠長なことをしている場合ではありません。スタルークからの報告でイルシオン兵の襲撃があったとのことです。おう、イルシオンの者どもが。さらにイルシオン第一王女がこの王城を襲撃する画策をしているとか。ついに仕掛けてくる気か。よかろう、兵たちよ、急ぎ城の守りを固めよう。はっ。なんかアーマーナイトが多そうだね。ディアマンドもそうなのかな。情報感謝するぞ。よくやったスタルーク。そんな僕なんかにもったいなきお言葉を。お前のその卑屈なところは本当に治らんな、モリオン王。来た早々で申し訳ないのですが、ご協力いただきたいことが。紋章師の指輪だろ。そうおっしゃると思って指輪はここに持ってきておる。若き獅子の指輪をな。俺受け取れ、ディアマンド。父上、投げないでくださいよ。そのまま大切に持ってくる。いいですね。手厳しいな。あのアルフレッド。なんだい、モリオン王。気の良さそうな方ですね。
イルシオンに信仰をしていると聞いていたので、もっと怖い方なのかと。あれは身内や味方に見せる顔だよ。普段は情に厚く温厚なお人柄だが、戦場では鬼神のようだと聞く。敵に回すと恐ろしいよ、あの方は。まったく、父上には困ったものだ。さあ、神竜様、指輪をお渡しします。ありがとうございます。で、これをどうするのだ。指輪に宿る紋章師を呼び出します。立ち向かえ、封印のエンブレム。僕はロイ。こうして呼ばれたということは、また戦が始まったんだね。指輪から人が。なんと神々しい。我が王家に託されし指輪にはこのような紋章師が宿っていたのだな。さすがは神たる竜のお力だ。礼を言う、神竜様。報告です。イルシオンのものとみられる竜騎兵がブロディア王女に接近中。弓兵部隊の攻撃をかわし、こちらへ向かってきます。イルシオンの兵が来たか。神竜様、この指輪、今は私に託してくれないか。城を守るため力を借りたい。わかりました。いや、封印の剣のロイ、よく知ってる主人公ですね、私にとって。私はイルシオン王国第一王女アイビー。あなたたちの指輪とその命いただくわ。ドラゴンナイト使いか。魔法も使いそうだね。役者が揃ったか。アイビー王女、ここまでやすやすと侵入するとは。投降するなら今のうちよ。直にイルシオンの兵たちがここに来るわ。それは腕が鳴るな。父上は城の中へ。なぜだ。父上にもしものことがあれば国は終わりです。ここは私たちにお任せを。こうなっては言っても聞かぬか。仕方ない。ディアマンド、スタルーク、決して死ぬなよ。はい。もちろんです。あなたは神竜様。あ、はい。妹の言っていた通り、なんて綺麗。お会いできて嬉しいわ。この指輪も喜んでいるわね。それは剣王の指輪。お父様が与えてくださった私の力に。この力で私はあなたを殺さないといけない。悲しいことだ。そんなことはさせない。倒れるのはあなたの方だ、アイビー王女。投降はしないのね。残念だわ。では攻撃準備を。こちらも行くぞ。奪われた指輪を取り戻します。今度こそ必ず。さあ、防衛戦が始まるな。アイビーどれほどの強さなのか。さあ、敵の能力見ましょうか。こいつか、アイビー強そうだね。移動力があるからまた移動してくるだろうね。特攻体勢もしっかりつけて。お、
同じ敵と連続して戦った時命中プラス20。うわ、1回で仕留めないとね。急所ずらし、受けるダメージマイナス5。待ち伏せ、先制攻撃、これ覚えとかないとね。速攻、あ、武器を持ち帰ることできるんだ。そして出た必殺も、必殺キラーアクス、恐ろしい。マスターランス2連続攻撃。うーわ、こんなやつ倒せんのか。他にはどんなやつがいる。花月出た、必殺持ち、交際、脱目、自分から攻撃したとき回避マイナス10。恐ろしい。アーマーナイト、あ、やっぱペガサスナイトが多いね。4体もいるか。そして傭兵たち、傭兵も混ざってるな。こいつはなんだ、ゼルコバシーフ、次はない。戦闘準備していきましょう。なんだこれ、弓砲台中央にあって防護柵、破壊可能。あー、まあ守備用の弓だね。どこで守備するかもちょっとポイントだね。さあ出撃メンバー決めました。弓ペガサスナイトが多いんでね、スタルーク ATA 抜擢、レギュラーのクラントシトリニカ、ラピスは留守番でね、9人までいきたいと思います。まだバンドレ外せないな、壁役ね。そしてアイテムなんですけど、ちょっとね、まあ余裕がないというか、パワーアップさせたいと思います。こちら天使の衣、まあ主人公タブヤン強化しましょう。最大ヒットポイントアップ、全部使っちゃおうぜ。力の雫、みんなに内緒でな。魔除け、魔法防御アップ、使っちゃいました。さあ行こう、セーブしとこうか。戦闘開始、防衛戦。やっと止まった。誰だアンバー。まったく、俺を一体どこまで運んで。あれ、ここは王城、あれはディアマンド様。アンバーか。これはどうしたことですか。ブロディア王城にイルシオン兵が襲撃があったんだ。しかしお前、化け物の討伐に出ていたはずでは。そのはずだったのですが、馬が突然走り出し制止をしても引かず、ナスがまま背に揺られていたところ、このように戻ってきてしまいました。本当にお前はいつも私の予想のつかないことをする。だが今回ばかりはありがたい。ちょうどお前がいればと思っていたところだ。我が馬はもしやこの危機を察知して。お前賢いな、ありがとう。よく戻ったアンバー、共にブロディア城を守ってくれ。お任せください。ディアマンドとアンバーが仲間になった。おう、後ろに。ここまで攻め込まれたらブロディア城は敵の手に落ちてしまう。何としてでもこの地点は死守するぞ。了解。勝利条件 IB 撃破、敗北条件防衛地点まで到達されるかタブヤンが撃破されるか。 OK、 さあ行こうか。敵は左右から攻めてくる。この弓砲台使えるのかな。どうぞ好きに。
スタルークがクイクイってサブヤンが使えるのか、どうなの。あ、攻撃、あ、自ら使おうか。現在使用できる弓を所持していません。了解、弓使いでないとダメなのね。じゃあ88とどちらか次のターン行きましょう。さあ、そして左右に分かれて防衛だね。これアンパーの実力、キラーランス、ランスナイト、名乗り上げ、自分と敵の周囲一マスに他のユニットがいない場合命中プラス20。ああ、一人で戦う方が得意っていうことか。まあ今はそういうわけにはいかないな。 OK、 伝説の始まりだ。アンバー、実力期待してるよ。魔法防御低いね。まあ待機していこうか。で、そうだね、ディアマント、行こう。ディアマント、僕の力を使ってこの城を守りきるんだ。紋章白い封印の剣の主人公ですね。私、封印の剣ね、動画上げておりますので、まだ見てない方はよかったらね、ご覧になってください。攻守のバランスに優れている。シンクロスキル踏ん張り、ある程度なら一度に戦闘不能になるダメージを受けても1ポイントを1残して耐えられる。すごいね。ランスバスター、武器の相性が逆転、剣は斧に強いっていうのが逆になるんだよね。大富豪みたいな能力だね。そしてエンゲージスキル超越、一時的にレベルアップする、なんか5レベルアップするみたいですね。エンゲージ技、獅子グレンホムラマイ、漢字読み方わかんないけど、複数の敵にダメージを与える。おお、じゃあ左はこの2人に任せようか。エンゲージするか。いや、もう次のターンでいいかな。鉄の武器は大したもの持ってないね。で、右側なんだけど、そうだね、ちょっとバンドレ、場所悪いけどバンドレに行かせるか。で、ちょっとバンドレが来るまではタブヤンが担当しとくか。タブヤン中央でガッチリいた方がいいけどね。アルフレッド破壊、ああここ破壊されるんだね、そこね。そうだね、鋼の槍装備しとけ。エンゲージは1ターン待つ。他のメンバーは中央で待機だね。ええ、左右に分かれろ。こちらユナカ、頑張るわ。頑張ろうぜ。待機、あ、いきなりそこ壊す、そういう風に動くか。弓放題のとこを破壊しに来るね。敵を起こせ。アンバー結構ダメージだな。クリティカルキラーランス、勇者として当然だ。初めてだね、必殺系の武器持ってるのが。戦闘400回。やり2回攻撃されるのか。素早いなこいつら。絶えず増援を出しなさい。なんだって必ず城を落とす。増援ありだって。ああ、ペガサスナイトが増援でどんどん出てくるのか。敵の数が多いですね。このまま一斉に来られたら持ちこたえられません。城には弓砲台がある。うまく使えば敵を減らせるだろう。そうだね、弓砲台ね、使って攻撃可能な弓を所持しているユニットが弓砲台のある場所に移動すると砲撃コマンドを使用できる。攻撃は威力が高く射程も長い。遠くの敵に大ダメージ、撃てる回数限りがある。全部撃ちたいね。 OK、 ということで今回はここで区切りたいと思います。次回からしっかり守りたいと思います。こういう戦いも楽しいよね。
それではまた、さよなら。